ったんですか。ですからね、はい、僕は、払わないと言わないけどもね、今は、ね、払う必要ないと僕は思うんで、払いについては、猶予してくれと。今はお金がないということ。いや、お金がないです。払う必要ないから。払う必要がない。というのは。さっき言ったお前のところはさ、はい、警視庁がね、もう6回も不当逮捕してんのよ。はい、前名前なんていうの。私、片山と申します。大学出て巡査になってんだ。いかんだろう、罪もないやつをさ。はい。まあ、言って。お名前すいません。その通りだよ。橋本和夫さんでよろしいですか。そうだよ。他に読み。ちなみに、今日は何を借りようとされたんですか。いや、もう借りたの、今日返してきたんだから。借りて。前のやつがオーバーになるから、ね。それで、まさかそれ弁護士に返して行かせるわけにいかないから、な、はいはい。で、金曜日に着くんだって。はい。な。でじゃあ今は、だから、金が手持ちでないので。いや、手持ちあるよ、それは。はい。お金あるよ。はい。ね、あるよ。今そんなね、1週間で54円の料金なの。はい。な。で、まあ3週間オーバーしても、はい、まあ200円にならんよ。ちょっとごめんなさい、一旦ここお店の中なんで、ちょっと外で。いやいや、ここで店の中には話聞くよ。あ、ちょっと他のお客さんも。いや、他の、あなたのところだな、デタラメなのよ。は、うん、あ、デタラメ、逮捕する。答えの誰か呼んで、お宅の。あ、誰かお知り合いなの、うん、みんな知ってるよ、お宅の。大丈夫、大丈夫。お宅はさ、一番小さいから、な、はい、刑事訴対、正案の、大丈夫じゃないか。な、みんな仲いいのよ。お宅とは、まあ、小さい中でね。でそういう中でね、まあ、いずれにしても裁判を起こすんで、それからその株主として、ね、優待でその件が来てくるの、はい、な、株主として、物を買うときに、もし必要であれば、あ、まあ、2000円引くと、ね、その株主優待になるわけだ、はい、でこんなガラクタ買ってもしょうがないから、はい、でじゃあそのここを出せば料金が半額になる、普通のやつね。で、まあ、とにかく僕の言い分としては、ね、とにかく、まあ、いくらのことでもない、200円ぐらいのことだから、とりあえず、その件は、とにかく、とにかく、まあ、伸ばしてもらった。株主なんだから。はい、なあ、もし、うちの方で悪ければ、株って取ればいいんだから。何にもするんだから。なということで、まあ、次の、借りたいと。ね、次のやつは、正式に払う。今まで一回も、注意したことないんだから。って話をした。まあ、こっちはできんという話になってくる。そうすれば、当然裁判やって、うちの方が正しいとなれば、な、こっちの方が今度悪いわけだから。損害賠償発生するわけだから。ね、で、それで記録をしっかり取ってために、ね、口論になったから。で、あなたのところに来てもらった。だから僕はね、はい、一応もうあなたのところで110番通知表を作ってもらって、はい、記録残れば、裁判所の方にね、これ、請求して。で、当然、あなたのところ、逮捕したやつとかさ、な、警察官とか、あるいは交流つけた裁判官とか、まあ、そういうやつも当然、訴える、訴えるね。だから、そういう大きな裁判になるから、とにかく記録を取っておきます。ただ、なかなか記録をお宅で作らないやつとかもあるんですよ、現実に。な、単にさ、いや、別に事故なかったから、会社そうじゃなくて、誰と誰が、なんで100頭になったのか、それを記録を作るべきだと、そういうようなことを主張しております。でとりあえず今回は、いくら召喚してたんですか、ね、お金は。僕の認識じゃ3週間だから、1週間で、54円だから、まあ、200円足らずの、お金だと僕は認識してるけどね、まあ、向こうの、今は違うかもしれないけども、まあ、まずかのことだから、ね、お金持ってないとやるよ。な、それくらいあるけども、ただ、わけのわかんないことをやれてね、大変だよ。で、俺、一回も投資枠出てないんだから。な、はい、いや、出る必要ない。ね、で、そこの、その以前の話はちょっと、私、よくわからないんですけど。以前なんです、何なんですか。その、橋本さん。以前って何なんですか。以前その裁判に。裁判じゃなくてさ、はい、あなたのところがね、デザイナーなことでさ、な、しょんべんしたから逮捕する、しょんべんよりもっとは何、ちゃんと用事あってね、中に入ったのが、住居侵入だって。な、
以前そういうのがあった。いやいや、今回はそれで倒せた。あ、今やってる。今だから、前頭悪いね。ごめんなさい。ね、先週の金曜日に、はい、ね、釈放されたわけだよ。で、多分先月の2月の、うん、3月かな、はい、3月の22日に倒されたんです。ね、あたご警察で。で、それが住居侵入で。そうそう。はい、で、あたごの留置所が、はい、閉まってたから、はい、工事に。で、三田の留置所に入って、はい、で、19日間で、普通で言われば、まあ、20日かかるんだけど、はい、まあ、向こうも嫌になって。やろうと思いますね。できればさ、はい、あの、組対のやつさ、はい、まだ勤務時間だから、来てもらいたいと。はい、それは なぜだからさ、こういうことになって、あ、はい、あなた方は地域だからさ、はい、まあ、第一報で、とりあえず事故ないようにするのがあれだけども。いや、お話を お伺いしてるのは、この料金のトラブルってやつでお伺いして、だから料金のトラブルです、はい、今言ったのに。それで、まあ、今、一番いい、その解決策は、あの、お金持ってらっしゃるということなので、うん、お金払っていただければ、もうそれで。あなたは僕は払わなきゃいけないと言うわけ？これ YouTube に乗っかんのよ、あなた。はい。で、とりあえず、まあ、向こうの店員さんからも。まあ、向こうはね、そう言うだろうけどね。ま、お前とか一番悪いのよ。そうだろ？罪もないやつだ、6回も逮捕する。それは分かんないぞ。分かんないことないだろ。お前とか一番悪いんだよ。私がやってるわけではない。やったけど、警視庁でやってるんじゃないか。うん、だから、それについてはね、組対でやってるんだから、はい、組対傘下の本部でやってる。あ、そうなんですか。ね、はい、だから連絡して、組対の参加のやつにね、はい、参加じゃねえけども、はい、組対の係りというわけだから、はい、な、まあ、いくつは、他は5つに分かれてるんです、はい、な、うん、大臣のやつと、はい、それからね、参加、はい、と、はい、暴力団と、はい、重役とな、はい、お互い何人いるか分かんないけども、はい、まあ、そいつに来てもらって、こういうことだと、市長もね、こういうことにならないようにね、つまらんことやる、もうやるなと。すると言いたいんで、できれば来てもらいたい。私たちは地域の、うん、だからそういうふうにね、言ってると、うん。お宅のリモコンにそう言って。リモコンに。で、もし来ないとなれば仕方ないから、もうこれ変わるから。その、別に、お金払ってくれれば別にいいことなの。払う必要ねえって言ってんじゃないか、お前。それはなぜ？払う必要ねえだろ、お前のところで出たんで、帰ったことお宅から金払ってもらいたいよ。人を逮捕して。あ、はい、そうだろう、勝手に住居侵入なんかしてないよ。用事があって言ってんだから。あ、で前にも電話してんのよ、日本、すぐに。これですから、行きますから。あ、で、練習の上に持って置きましたよ。で、置いて、それ時間外だったから、時間入ったらね、置きましたよって言ってんのよ。その後も何回も電話すんのよ。でも何ような状況が、三菱電機さんの本店とか、パナソニックの、あそこの汐留のところとか、カノンさんとか、そこはわかりました。お前のところのね、元警備部が、やれって言って、出したってさ、事情聞けばいいんだよ。あ、いきなりさ、タコじゃなくて、ね、どうして置いたんですか、分かって、分かりました。今何も倒す必要ないの。今までそうやって6回も倒されてるの。金払えって違うだろ、お前。お前の名前なんて言うの、住所って言うの。大川、うん、法の方は同時かも。法科の方は同時かも。法科って言うんだろ？大川。あ、大川さん、うん、で、結局、うん、裁判やってるしってことでしょ？いや、裁判やってるんじゃなくてね、これから裁判やるから、うん、ね、うん、裁判の結果見て、うん、ね、いや、橋本さんが悪いと言えば、うん、払わなきゃいけないし、うん、ね、こっちが悪い、決してが悪いってことになれば、うん、ね、これは払う必要ないんだから。うん、まあその結果で大した金額でもないんだよ。
何百人ぐらいの靴だから、ね、別に、ちゃんと僕も、それだけやってるから、ね、別にそれ踏み倒すとかすることないんだから。それさっき言ったように、株主優待があるのよ、ね。だから、まあ200円は200円として、ね、次もね、貸してくれと、そういう話をしてるわけだ。ただ、向こうは、まあ、延滞金払えないから、貸せない。そういうことでコロナ。そういうことで。できれば、素材のやつちょっと読んでもらいたいんだ。ちょっとお話をお伺いしますので、あちらでよろしいですか。ちょっとここいや、よくないよ。ここでレジになってしまいますので、あ、これ傘。これこれ傘。じゃあこっち来て。どうするんだよお前。踏み倒して無線飲食で倒すんだかお前。ちょっと今話してるから。